ここが新選組の屯所になっているんだ。入隊の手はずも整えておいたよ。薩摩を通じて腕のいい浪人がいると推薦してある。君は新選組の隊服を持っていただろう。それに着替えていくといい。ああ、期待しているよ。私も西郷君も君の武運を祈っている。ああ、凄腕の新入りってのはあんたか。話は聞いている。凄腕ね、はったりだけの輩も多いから腕を見るまでは信用ならねえが。お前よく見たら。お前、斎藤の言うことをちゃんと聞けよ。そいつの剣は無敵だ。うっかり切られねえようにな。やれやれ、稽古場は向こうだ。行こう。新選組では剣術の腕がなければ話にならん。あんたがどれほどの腕か見せてもらおう。そこにいる大使と立ち会ってみろ。行きます。とっ、うん、たやっ、うん、やっ、よくやった。だがもう少しみたい。次はあっちの大使と立ち会え。覚悟、よっと、うん、うん、だー、やっ、やっ、どうだ斎藤、こいつは見込みがありそうか。面白い立ち筋だ。悪くない。ほう、お前がそう言うなら期待できそうじゃねえか。よし、この新八様が胸を貸してやるよ。えんた、はぁ、うりゃ、うろ、ふっ、やっ、やっ、うわ、お前た、やっ、お前つえな。呼び止めてすみません。このような姿ですが挨拶くらいはと思いまして。沖田総司だ。この人の件には俺も長倉さんもかなわない。全て過去のことですよ。今や伏せっているだけの足手まといに過ぎません。腕を磨きたいなら斎藤さんに教わるといいですよ。彼の剣は無敵ですから。沖田、俺は先に道場へ行っている。話が終わったらこいつもよこしてくれ。うん、腕に自信があるんですね。僕も立ち会ってみたかったけどこれじゃね。ところで前にどこかで会いませんでしたか。あなたの雰囲気に覚えがあるんですが。斎藤さんが待ってるんでしょ。もう行った方がいいですよ。また話しましょう。始めよう。よっ、や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 った。あんたの強さは本物だな。うちの大使の中で互角に戦えるのは何人もいないだろうよ。確かにそうでしょうね。お前の腕なら桂小五郎や坂本龍馬とも渡り合えそうだ。名前くらいは聞いたことがあろう。
ところで、こいつなら役に立つと思わないか。異論はない。もう一人会わせたい人物がいる。来てくれ。伊藤さん、新入りを連れてきた。剣の腕は俺や長倉さんにも劣らない頼もしいやつだ。ところで斉藤君、この後少しいいかね。あんたは先に戻っていてくれ。外で俺と伊藤の話を聞いている。一言一句聞き逃すなよ。分かったら行け。斉藤君、どうした。いや、大使に稽古をつけてくれるよう頼んだが、あいつなら激剣師範も務まるんじゃないかと思ってね。見事な隠密ぶりだったな。伊藤は全く気づいてなかった。聞いていたと思うが、伊藤は裏切り者だ。俺は近藤さんの指示であいつを見張ってたんだ。ああ、この前起きた寺田屋襲撃事件のことだ。坂本龍馬が襲われた。知らないか。坂本は倒幕派を主導する人物になりつつあった。だから伊藤が寺田屋で襲撃した。俺は伊藤一派を粛清する。入隊早々悪いが、あんたの腕も借りたい。場所は油の工事だ。現地で落ち合おう。